そしてここで。
comando. で、甜麺醤、最高にたっぷり入れました。お好みですね。そしてこの瓶を入れます。はい、砂糖、粉山椒、花椒、これでとろみがつきましたので出来上がりです。麻婆豆腐の完成です。はい、お叩いては小食なのでこれぐらいでいいでしょう。はい、これで大体の麻婆丼です。